こんにちは。監督の石橋優穂です。映画一人旅は、東京で10年間働いていた美咲が仕事を辞めて田舎に帰るところから物語が始まります。そこで美咲は同窓会に参加し、初恋の相手が亡くなっていたことを知ってしまいます。仕事や恋愛に行き詰まった美咲が初恋の思い出にすがりついてしまう様子を繊細に映し出しました。そして喪失した心に寄り添うことの難しさもテーマの一つとして描いています。劇的な展開は少ない物語になっていますが、ぜひお楽しみいただけると嬉しいです。